サガン鳥栖対横浜 F マリノス、今シーズン2度目の対戦、リーグも本当にこう終盤戦へ入ってくるというところです。まあ、まさに今 F マリノスがボールをこうつなぎながら、こういう時間が松川さん当然多くはなるだろうということですよね。クロスが入ってきましたが、まあ、これがこうアタッキングサードでずっと続くようになれば、やはりドスとしては苦しくなるので、うん、はいはい、やはりまあ、今日、はい、F マリノスリードですね。今エウベルがボールに絡んできました。今日久々のまた試合ということになります。そして畑中から右ヤンマテウス、おっとここも折り返すような形に最後になりましたが、そこはね試合を重ねることが ね、はい、ヤンマテウスからさあ西村にシュートに来ました。左足振っていった西村、丸橋クロスボールが入る、イークラキャッチ、エウベル、あ今度は西谷にイエローカードが出ます。西谷にイエローカードです。スリムクが今度は中に行きながら、西谷右には開いて福田がいます。中差し込んだ原田、見事な左足炸裂、原田のゴールで鳥栖先制。右利きの原田が圧巻の左足を振り抜きました。1対0です。いやー、マスカーさんが原田の左足です。そうですね、ここはねちょっとプレッシャーがいる部分なところでね、しっかりボールを運んで外を見せながらここで中通しましたよね。このパスが素晴らしかったのと、まあ、コントロールちょっと浮いたんですけど、しっかりそこの弾み際をね叩けたところはちょっと素晴らしいシュートになりましたね。はい、いや狙い通りじゃないですかね。さすがにここの威力でこのコースはさすがにキーパーとしては難しいかなと、はい、思いますね。エウベルスピードギアを上げた、エウベル、うん、あファール、原田にファールです。あ原田にイエローカード、そうですね、ちょっと後ろから引っ張ってしまった形になりましたし、ただこのパスがちょっとずれたか、いやまだ長戸が拾う、エウベル、エウベルのボール、うん、タイミング測ってね西村、そうですね、面白かったですからね、はい、狙うようなボールでしたが、ヤンマテウス、山根、さあ渡辺浩太、左へ長戸、長戸のクロスが入る、パクイルグがスキャッチ、いい読みでしたね、うん、長戸、そしてエウベル、さあエウベル、うんと、まあ、タイミングの問題ですね、あそこはね、アウトサイドで出すっていうところは多分ボールは持ってるけどいい決定機は作れてなかったですからね、はいはい、そこはね、はい、あれが選手たちいいメンタル、後半の入りに何かつながっていそうな F マリノス、まあ、得点が生まれるとやはりそういうねあのイメージがあります。中原を狙ってきました。西谷中に行きながらそのままシュートに行ったが、これはいくらキャッチです。西谷のシュート、西谷からのボールヘディングシュート、今あと押し込みにいたんですがスリムか、あとまだ最終的なイングラ、いやー木村ヘッド、そしてスリムかも詰めましたが、ね、はい、オフサイドもなかったようですし ね、北島から富樫いいところ入った、いいですね、いや坂井です、坂井、さあ坂井、坂井引きつけておいて中原、そして坂井またもらおうと中原シュートはいいクラです。一番離れた奥、西谷からのボール流れて、その木村と、いやちょっとギリギリのシーンが続きます ね、はい、原田もね最後のところでしっかり足出してましたし、小池、天野、天野、とこれは直接パクリングです。ジャジャシルバ、ジャジャシルバ、ジャジャシルバ、こぼれ、これをシュートに立てられ、最後は寺山。